サムさん、近畿大学行ってみたいと思います。さあ、本日の長文は、段落6つ。そして、設問形式はこんな感じになっております。内容1問題がかなり多いですけども、全部いけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サムさん、第1段落でございます。これで皆さん、問いの1番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、まず、ダメそうなのは選択肢の A ですよね。スクラップという話がありますが、皆さん、本文中はスクラップからセーブされてますよね。救われておりますので、A は×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢 E の後半ですね。Now will ever be nearly the same as when they were first made ということで、最初に作られたものと、同じものは全くないですよという話はさすがに書いておりませんので×ということでよろしいかと思います。では皆さん、選択肢 U ですが、 The number of model A cars falling ということで、皆さん、数が減ってるということですが、皆さん、数、皆さん、これですよね、増えておりますので U は×ということは、選択肢の A が正解です。で、皆さん、ヒントとなったのは、この第1文目ですよね。皆さん、1927年から1932年の間、5年間。で、その5年間の間に、some 5 million ということですから、まあ、だいたい500万台ぐらい作ってるという様子が伺えます。で、もちろん選択肢の A のところもそうですよね。half は dozen ということです。もちろん dozen は1ダース12でございますので、それの half ということですから、6年以内に500万台ということで、しっかりつながっていきますよね。ですから、A が正解です。さあ、皆さん、続いて問いの7番なんですが、まず、あーを考えていただけると嬉しいかと思います。もちろんこの文末のアニュアリーがダメですよね。皆さん、もしこれが正解だとすると、1年間に500万台になっちゃいますね。でも、本文中ここでよろしいかと思いますが、あくまでもこの5年で500万台でございますので、あのアニュアリーが×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ついてこの E も考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん正解ですよね。皆さん、例えばリストア、修復の話はこちらですね。Fix というところで書かれておりますし、Seen on Lost Day ということで、皆さん、街中で見かける様子はここですよね。Seen Chugging ということでよろしいかと思います。すみません、先ほど問いの7番の続きでございます。このうなんですが、今皆さん、これ第2段落でございます。これを一読していただけると、うが正しいか間違ってるか考えることができるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、もちろん×ですよね。皆さん、文末でいいかと思いますが、メカニック整備士さんによってで、修理が行われなければならなかったということですが、皆さん、本文、この最後ですよね。誰でも修理ができるという話でございますので、メカニックが×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。これを皆さん、一読してから、この問いの2番、お願いいたします。で、皆さん、ヒントはもう直前でいけますよね。いつも読んでいただいてすぐわかるかと思いますが、ほぼ20年間デザインに変化がないんですよね。それが皆さん、選択肢の中から見つかるかと思います。ですから正解は E ですよね。For almost two decades。まあ、ほぼ20年間、its design stayed the same ということで、デザインが同じまんまですよということです。これもそのまんまということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの3番でございます。第3段落の内容に合うものをですね、この4つの中から1つ選ぶという問題でございます。ただ皆さん、第3段落、今見えているこの後半ですよね。ここから皆さん、ヒントがもらえますので、考えていただけるとよろしいかと思います。
デビさん、ありがたいことにですね、バットがあるんですね。デビさん、もちろんバットと言われたら、筆者の主張が書かれてある可能性が高い。もっと言うと、このバットの次のこのあたりですよね。このあたりが設問のヒントになってくる可能性が極めて高いので、しっかり読んでいただけるとよろしいかと思います。デビさん、内容どうなってますかと言われたら、もちろんヘンリーさんが息子さんに説得されてるんですよね。人々が望んでるものはスタイルであると。車の素晴らしいスタイルを望んでるんですよ。ということを説得されておりますので、それがヒントとなっていけそうですよね。デビさん、言いはですね、ヘンリーさんの息子が言われてるんですよね。でこれ逆でございます。でもちろん、うーだったらエクスクルード、除外するという話は全くないですよね。でもちろん、えのイグノア、無視という話も全くないかと思いますので、やはり正解はあーですよね。でもちろん本文中では先ほどもお伝えしましたが、スタイル、素晴らしいスタイルを望んでいるんですよね。それが皆さん、素晴らしい見た目というところで言い換えられております。ですから、選択肢のあが正解です。それでは先ほどの問いの7番の続きでございます。まずこの A ですよね。これが皆さん、第3段落と合ってるか間違ってるか考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、話の内容としてはですね、このモデル T はですね、20年間デザインが変わらなかったんですね。ですが、息子さんはいやいや、それじゃまずいですよと。スタイルを人々は望んでるんですよ。というふうにお父さんに説得したんですね。で、当然そのお父さんはゲイブイン、まあ、屈服して、まあ、受け入れてですね。で、そっから皆さんモデル A のデザインが始まったというふうに書いておりますので、どうでしょうか。ですからもちろん×ですよね。皆さん、ライクであれば似たようなものにするというお話でございます。もちろん本文中ではモデル T とモデル A を変えようとしているわけですからね。ですから、絵のライクが×ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第4段落でございます。それにまつわるとの4番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず、あーですが、これは本文書いてますよね。皆さん、モダンスポーツカーズとモデル A、それの特徴が同じですよということですね。もちろんここでよろしいかと思います。It had many of the things found in today's sports cars ということで、今日のスポーツカーズで見受けられるようなものをたくさん持ってますよということでございますので、本文と合致しますね。で、皆さん、続いて E もですね、本文としっかり合ってますよね。皆さん、パーツがしっかり十分作られておりますので、長持ちしますよという話です。それ皆さん、本文中のこれ、一番最後ですよね。Some of the Ford's parts were so good that they were used for years ということで、しっかり長年持っております。でもさ、うもですね、この運転する人がスティアですね。つまり操縦しやすいという話でございますが、例えばこのあたりですかね、ease of handling ということで書いてあるんですね。ですから選択肢の A が正解ですよね。皆さん、セリングプライス、販売価格は唯一の理由ですよ。それは人気の唯一の理由が販売価格だけですよ。という話ですが、さすがにそれは書いてないですからね。ですから A が正解です。すみません、先ほどの問いの7番ですが、まずこの O ですよね。これが皆さん第4段落と合致するかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくヒントはこのあたりかと思います。皆さん、デザインがその車を道路上で持って最も熱いもののうちの一つにしましたということですよね。ですから皆さん、デザインがいいからこそ皆さんが車に乗るようになったというふうに考えていただけると O が正解ですよね。ですから皆さん、モデル A、それが皆さん一
般の大衆の人たちに人気になったのがデザインが原因だということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第5段落でございます。問いの5番お願いします。で、皆さん、まずあーですが、文末ですよね。売上が弱いわけではないですよね。例えば皆さん、注文がうなぎ登りでございますので、売れに売れまくってるんですよね。ですから、あは×です。で、皆さん、もちろんいいも×ですよね。皆さん、これだと写真の注文になってしまいますからね。で、皆さん、ええもちょっとまずいですよね。で、皆さん、注文したらいつでも手に入りますよということですが、皆さん、手に入らないんですよね。皆さん、例えばディーラーさんなんかもその車を見ることがないぐらい飛ぶように売れている様子でございます。ですから正解は、うーですよね。皆さん、需要が供給をエクスイディと超えておりますということです。皆さん、非常に大人気ですよね。だからこそディーラーさんはその車を見ることもないし、注文はうなぎ登りということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。皆さん、ちょっと画面の都合上ですね、このアートイーをまず考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、早速正解はアーですよね。皆さん、このモデル A の多くのバージョンが作られましたよ。それはセールス、売上が生産を超えた時にということですが、さすがにそういう話は全くないですからね。あが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、 E のタクシーの話はこのあたりに書いてますね。で、皆さん、念のためうと A も確認しますね。で、皆さん、の、そうですね。例えば、このザ・ドライバーということで、皆さん、運転手さんの場所の話は、このあたりですね。書いてますね。で、皆さん、選択肢 A のこのエンジンもですね、他の装置に使われましたよ、という話は、このあたりですね。しっかり書かれております。ですから、やはり正解は先ほどのあーということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。さあ、近畿大学内容1問題中心ということでございましたが、レベルは、とっても難しいというわけではなさそうですよね。ただ、やはり試験本番中、かなり余裕を持って解かなければいけないのはもう間違いないかと思いますので、やはりカンカン同率の過去問ですよね。これで練習していれば余裕を持って解けるようになる。その可能性が高まりますので、頑張ってくださいね。